ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。見て、ポケモン図鑑。押し入れを整理してたら出てきたのよ。かなり懐かしいやつだな。いとこのお兄ちゃんにもらった本だから年季入ってるわ。初代のポケモンではリザードンがかっこいいぜ。最初は151匹だったが、第9世代まで合わせると1008匹なんだ。ポケモン GO 流行った時にまたちょっとやったけど、図鑑はなかなか完成しなかったのよねー。集めるといえば江戸時代元禄3年の大名のデータを集めた本が残されてたんだ。元禄3年？西暦では1690年だぜ。土海公衆期っていう徳川第5代将軍綱吉の時代の本だ。234家の大名の家系、家族、職歴、居城、領内の様子と政治支配の状況と主なかろう。大名の人柄や行動のエピソードや評判などをまとめたものだぜ。人柄や評判ってことはディスってる場合もあるのかしら？褒めてる方が少ないほどだぜ。本文の後の、大家評説曰くで始まる口コミが特に毒舌なんだ。お殿様の悪口なんて書いて大丈夫なの？大丈夫じゃないだろうな。土海公衆記は毛筆書きのもの43冊一式が、たった1セット残ってるだけなんだぜ。大正13年に東京帝国大学図書館が受け入れた記録はあるが、どこから出たものかもわからないんだ。筆書きということは、出版されたものじゃないのね。もちろんだ。江戸の出版物では武漢という大名のデータベースがベストセラーだったんだぜ。武漢には何が載ってたの？藩主の名前、官位、家紋、石高つまり収入、役職や幕府への贈り物なんかが載ってたぜ。家紋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 ベイビー、占ってよー。フォーチュンクッキーの家紋じゃないぜ。家紋で武士同士も武士を相手に商売する町人も家のレベルを見分けていたんだ。スポーツの選手名鑑とかタレント名鑑に似てるわ。武漢は江戸見物のガイドブックや江戸土産にもなって毎年改訂版が出版され、地方から江戸に来た旅人に向けて大名行列の道具の特徴まで載ったんだぜ。武漢には口コミ情報はなかったのかしら？武漢は許可された出版物で、お咎めを受けそうな内容はないんだぜ。武漢が一般的になる前の時代に、234家すべてに口コミのある土海公衆記はおそらく極秘文書で、誰が何の目的で作ったものかまだ分かっていないんだ。どんな口コミなのか知りたいわ。今回は大名の激辛口コミ満載の土海公衆記の謎について解説するぜ。それではゆっくりしていってね。隠密の裏情報？大名の口コミを集めたマル秘文書土海公衆記の謎。1、土海公衆記にはどんな口コミがあるの？元禄3年にはまだ単なる地方の大名だった浅野長典について書いてある部分を見てみるぜ。浅野長典ってどこの大名かしら？赤穂藩だぜ。兵庫県の西部、岡山の近くだ。まずは初期の武漢の浅野匠の神長典の乱を見てみるぜ。口コミなしのデータね。浅野家の家紋や大名行列の時の槍などの道具の絵、家老の大石蔵之助と大石田野も、弟の浅野大学という名前に、石高は五万石で居城は播州刈谷と書いてあるんだぜ。刈谷、刈谷カレーの大辛が好き。いやいや、播州の刈谷は工場のある地名だぜ。第三代将軍徳川家光に OK をもらって長典の祖父の浅野長直が築城したんだ。全国で活躍した軍学者の山が素行の意見を取り入れたという遺構も見つかってて、赤穂藩はこの時期に塩作りで急成長した藩だったんだ。お城を作ったお殿様の孫の代で右肩上がりの藩の評判はどうなの？土海公衆記では72番目に浅野匠の神長典のページがあるんだぜ。元禄3年に23歳で、妻は浅野稲葉の神長春の娘、息子はまだいなくて空欄だ。江戸屋敷生まれで子供の頃の名前はまた一郎。国勢調査みたい。父と祖父と曽祖父の名前があって1675年に9歳で家督相続したとあるぜ。家督相続って五条悟の術式だったっけ？呪術廻戦のどこに家督相続が出てきたんだ？家督相続はその家の責任者として権利も義務も財産も受け継ぐってことだ。漁場は江戸から155里、620km の播磨の赤穂で、領地の石高は5万3000石だが、新しく開発した田や田の産物などからの税収が2万8000億以上あると書かれてるぜ。5割増し、景気良いのね。税率は収穫の 60% で集めて、領地にいる武士には 40% で支給し、江戸屋敷の武士は年俸で、100石につき玄米 1000kg プラス諸手当を支給してるぜ。米がよく取れる土地柄で高値で売れ、鳥、獣、魚、芝つまり燃料も豊かで生産力が高い地域だと褒めてるぜ。場所によってお米の質や産物が違うのはわかるけど、税金と給料も地域差があったの？税率は各藩で決めていたんだ。赤穂の税率は他の藩より結構高めだぜ。土地柄が豊かだからなんとか成り立つ税率じゃないかと思うぜ。家老は大石蔵之助、二
藤井又左衛門と会ってその後が藩主の人柄だ。待ってました。長典は知恵があって頭の回転もいい。政治はうまくいっていて武士も農民も豊かだ。ひどく女好きなもんだから家来の中には美女を紹介して出世する奴がいる。あらら。です。恋人になった女の関係者が調子に乗って贅沢や無駄遣いするケースが多い。長典は昼も夜もずっと布団で女とイチャイチャしてて、政治は幼い頃から現在まで家老に任せている。とんでもないヤバい内幕よ。ここまでが本文でこの先が口コミに当たる大家老説だぜ。本文に実績は載ってないし勉強や武芸についても不明で、ただ助職にふけるデメリットばかり挙げてあるなんていう淫乱無道状態は、家を傾け国を滅ぼす前兆だと言い切ってるんだ。淫乱だなんて思いっきりバッサリ言ったわね。家老も任された仕事をやってるだけというのは不十分だ。父親を亡くした若い殿様が血なことにハマってるんなら、忠告して辞めさせなくっちゃ家臣としてはダメだと言うんだぜ。9歳でお殿様になってるし、教育係がしっかりしろというわけね。浅野匠の神長典はこの11年後に大事件を起こして有名になったんだ。元禄14年春の阿公事件は、朝廷の使者を接待する役の浅野匠の神が儀式の指導役の吉良上野介に、江戸城内の松の廊下で切りつけて怪我をさせたのが始まりなんだ。先生にブチギレちゃったの？目撃者によると浅野匠の神はこの前の遺恨を覚えてるか、床刀で切りつけたそうだ。江戸城内で刃物を振り回した罪は重くて、激怒した将軍徳川綱吉の命令でその日のうちに切腹させられたんだぜ。浅野匠の神が切れた理由は何？本人の説明は残ってないからよくわからないんだぜ。61歳の吉良上野介は35歳の浅野に応戦しないどころかパニックで腰を抜かし、取り調べにも心当たりはないというだけですぐに無罪になったぜ。隠蔽の匂いがするわね。当時の価値観ではトラブったものの両方に責任を問う喧嘩両成敗が原則のはずなのに、浅野家だけが取り潰され弟の浅野大学による再建の見込みも立たなかった。失業した元は後半の家老大石蔵之助以下47人の家来が武装して、元禄15年12月14日の夜中3時半頃に、吉良上野介の家に計画的に押し入ったんだ。ひえー、集団テロ事件でしょ。吉良の生首を泉岳寺の浅野匠の神の墓に備えた後、46人が幕府に実施して切腹になったぜ。一人足りないけど、一人は行方不明らしいんだ。これも謎のままだぜ。子は、吉良だけにデスノートに書いたんじゃない？吉良上野介義久は矢神ライトじゃないから。えへ。消防のコスプレで偽装した武装集団が吉良屋敷に押し入る騒ぎを見た早起きの豆腐屋が、吉良の息子の上杉家に知らせてるし、早朝に吉良屋敷から泉岳寺まで 10km 以上、隊列を組み追ってを避けて進むのを目撃した江戸庶民もいて、噂はあっという間に広がったんだぜ。今だったら SNS で動画が上がりまくりの大事件ね。極秘文書の土海公周期は11年も前に阿公藩の危うさを予言していたってことだぜ。おおほんまやー。約半世紀後には阿公事件を脚色し、奏で本忠臣蔵というシナリオが書かれて、人形浄瑠璃や歌舞伎が大ヒットしたんだぜ。切れた殿様のせいで失業した武士たちを主人公に、吉良をモデルにした河野もろなおはひどい悪役として描かれたんだ。お話としてはその方がわかりやすいもんね。謎が多い事件だから小説にもなったし繰り返し映画やドラマにもなったんだぜ。兵庫県の阿公市では毎年阿公義士祭が開催されてるんだ。吉良上野介が本当はどんな人だったかわかってるの？吉良上野介義久は高家旗本で城持ち大名ではなく土海公周期の対象外のようだぜ。徳川実記は19世紀にまとめられた江戸幕府の歴史書なんだが、世間の評判では吉良義久は指導した大名に高額の謝礼を求めて嫌われてたと書いてるぜ。歴史書に噂だと書いてるってことは本当のところはわからないわね。吉良家の地元の愛知県西尾市では堤防工事をした立派な人だと伝わってるんだぜ。息子が養子になった上杉家に何度も多額の借金を肩代わりさせた記録も残ってて、未熟だった浅野長典との価値観のズレはあったみたいだぜ。2、最悪の口コミの大名は？土海公周期に吉良上野介義久はないが息子で上杉家の養子になった綱典は載ってるぜ。30番目の上杉綱典のページにジップは吉良上野介と書いてある。上杉綱典のキャラはどうかしら？頭も性格もいいと言われてるぜ。2歳で米沢藩主になってジップの吉良上野介がバックにつき、家老たちと相談して指示を出してるから藩の運営はうまくいってるそうだ。あらあ？雲行き怪しい。上杉綱典は何歳？28歳だ。今もベテランの家老が政治運営を続けているとあるぜ。性格はいいけど学問も武芸も好きじゃないのはかなりヤバいと書いてて、大家老説はもっとはっきり言ってるぜ。ふふ、なんて？
霊夢、悪い顔になってるぜ。幼い間はともかく大人になっても家来に仕事を任せて自分はのんびりしてるのはわけわからん。家来が立派ならいいが、足利尊氏の家来の河野諸直みたいに、偉そうに権力を振りかざす奴もいるって。へぇ？都会公衆記に河野諸直って名前が出てるの？で、河野諸直って何諸直？ひどいダジャレ。河野諸直は室町幕府最初の征夷大将軍の足利尊氏を補佐して軍事や財政を動かしてた人で、尊氏の弟との権力争いで負けて悪人伝説がモリモリになったんだ。負け組はバッシングされがちだわ。近年の研究では革新的なやり方が評価され始めてるんだけど、江戸時代には河野諸直は身分を超えて権力を振るった悪役のシンボルという認識だったんだ。上杉綱則の家来も偉そうだったのかしら？家来というかはっきり言ってジップが偉そうだって言いたかったのかもしれないぜ。藩主の綱則が学問も武芸も好きじゃなくて自分で政治を見ようという気もない。家臣も藩主を真似して向上心がない。うわぁ、完全否定だわ。綱則には領民を大切に思う気持ちがなく、部下の兵や農民を愛していない藩主に民衆は従わないものだ。平和な時代といっても武士は武芸に取り組むべきだし、学問で心身を磨くことで領国も安定すると言ってるぜ。ゴリゴリの説教ね。もっとひどいことを書かれてる大名もいるぜ。都会公衆記の18番目池田綱政は、人物評の最初が生まれつきバカで自分で判断しないだ。ひどい。池田綱政53歳は備前岡山藩主で、父親の池田光政は文武両道の名君主で有名だったが、綱政は学問をせず漢文は読めない。思想や軍事の本は山積みだったが一度も見たことがないとあるぜ。漢文は難しいわよねー。武士や公家など知識階級の男性の学問はみんな漢文なんだ。綱政は教養がなく行動も正しくない。昼も夜もパーティーを開いて遊んで酔っ払い政治には関わろうとしない。パリピでチャラ男のバサラ道楽の悪名ってラベルを貼られてディスられてると書いてある。藩主って今だと県知事みたいなもんでしょ。ダメじゃん。選挙はなくて血筋やコネで後を継いでるだけだからな。昼間は集菊つまりサッカーをして、夜はタレントを集めて主演部局というからクラブで騒いでる感じだぜ。これまだ調査報告部分の本文なのよね。原点報告はまだ続いてるんだぜ。女好きが限度を超えてるって言うんだ。どう超えた女好きって昼夜イチャイチャしてた浅野長則以上の悪口だわ。池田家履歴薬記には総原稿つまり綱政の子供について、六層原稿の書士としてまとめて記録されてるんだぜ。息子は3番目まで娘は7番目までは生まれ順の数を書いてあるが、それ以後は代、巫女と数字が空欄で誕生の年月未詳とされているんだぜ。記録を諦めちゃうほどいろんな女の人がいろんな場所で出産してたのかしら？そうだ。人数もだが身分も様々だったと思うぜ。六層原稿の書士の最後には、掲載した53人以外にも、亡くなった赤ちゃんが16、7人で計70人になりそうだと書いてるんだ。こういうのを絶倫っていうのかしらね。テレビが厳しくなかった頃の志村のバカとのコントは、毎回すぐに若い腰元の手を取ってじい、布団を敷けとボケてたが、綱政は本当にやってたようだ。実在したバカ殿？都会公衆記の本文は学者の子にこんなアホは珍しいと噂されてるほどなのに、意見して改めさせないのは家臣も怠慢だと言うんだぜ。ここの家臣も叱られちゃったのね。さて大岡評説だぜ。父親の池田光政の人物を褒めちぎった後、本文では子が親に似てないことを不思議がってるが、昔も今も親が立派で子供がダメな例は多いと中国の古典を引用しているぜ。大岡評説を書いてる人は教養があるわけね。今のままチャラチャラしてたら近いうちに30万石を失うなんて怖い予言をしてるぜ。家来が心を正しくして政治する必要がある。綱政はバカだが悪いことはしないから猿知恵を働かす奴よりはマシ、だそうだ。へえ、変な褒め方。てか、褒めてないか？実際にやり手の家来が素晴らしい働きをしてて、インフラ整備で財政再建し、日本初の庶民の学校や今も残るには、後楽園を作ってるんだぜ。やり手の家来を最初に採用したのも父親の池田光政だけどな。他の大名はどうなの？大見世の本田康義33歳はずる賢くケチで損得のことしか考えてない。父親は昼夜問わず美女と酒とパーティーに溺れて偉そうにして、賄賂の不足分は領民から絞り取り参勤交代は仮病でサボってた。現藩主の康義も似たようなもので祖父から3代続いてひどいのは珍しいと書いてるぜ。ろくでもない奴ばっかりね。三河岡崎の水野忠春50歳は頭が良く、学問も武芸も身につけてて仕事もするし領民にも親切だ。言うことないわ。能力が高い分偉そうで他の人を馬鹿にするところが嫌な感じだ。寺社奉行の時も同様にマウントを取って相談なしに進めたんで、結局目指した成果が出せずにクビになったと書いてあるぜ。ええ？
居酒屋で課長の悪口言ってるサラリーマンみたいよ。ネギマと生おかわり。あ、いや。別の大名の話をするぜ。むつひろさきの津軽信政44歳は頭がよく学問も武芸もめっちゃ好きだが性格が悪く、幕府の老中のご機嫌をとってお気に入りになろうとする嘘つきだ。山賀祖光という大名人つまり口先ばかりの悪い奴の意見を聞くせいで家臣がバラバラだ。山賀祖光に名指しの個人攻撃？本文さんも大賀老雪さんも山賀祖光は大嫌いみたいだな。歴史的には津軽の信政は素晴らしい政治手腕で、ため池の津軽富士巫女を作るなど弘前藩の全盛期を築いたんだぜ。山賀祖光以外にも先生役を呼び寄せて文化的発展にも貢献したんだ。土海公周期の人物評は個人の感想だと思った方が良さそうね。大名を評価する物差しも角度も色々だしランキングはできそうにないぜ。3. 誰が何のために土海公周期を作ったの？褒められてる人はいるの？加賀金沢の前田綱則47歳については曽祖父の前田利家のことから書いてあるぜ。織田信長、柴田勝家、橋場秀吉、明智光秀、家康公、石田三成、上杉景勝と、オールスターキャストで祖父から父までの経歴が説明されてるんだ。有名人だらけね。学問と武芸の両方を身につけて礼儀正しく贅沢や欲張ることもなく、思慮深く領民や家臣を大切にして仕事もできるから国内は落ち着いているとあるぜ。古文書が大好きでレア物を集めるようになり、良くない噂が立ってるんだ。古文書を抱っこしてチューしながら寝てるとか？そういう本フェチじゃないぜ。前田綱則は古文書に目がないと聞いたものが商人のみならず他の藩でも、お金がいる時に珍しい記録文書を売りに行くようになってたんだ。コレクターとして知られてたのね。書物を鑑定してる数日の間に数人で書き写してるという違法コピー疑惑が出たんだ。綱則が知らないところで家来がズルして節約してると言うんだぜ。買ってもらえずに悔しかった人が誹謗中傷したのかも。貴重な本を修復したり写本を作ったりはしていたようだぜ。もう一人褒められてる人を紹介すると、鹿児島の島津綱隆はなぜか土海公周期には年齢が空欄だが、元禄3年には数えで41歳だ。将軍徳川綱吉は元禄3年に何歳だったの？45歳だぜ。ほぼ同世代だ。島津綱隆も文武両道を心がけ、記録を好み、義理も家臣も領民も大切にしているぜ。祖父は美女が好きだったという噂だが、綱隆にはそういう様子はなく、生まれながらに賢くて性格も良いと書いてるんだ。おじいちゃんのゴシップはいらないでしょ。他では説教しがちな大賀老雪も、綱隆のように日頃の行いが良く家臣や身分の低い者たちみんなに好かれることが、平和な時代でも一番重要なことだと手放しで褒めてるんだぜ。花丸、満点だわ。お国柄の乱で地元の武士は物言い異国人のごとしと書いてるから、コテコテの薩摩弁の人からも情報を集めたんだと思うぜ。津軽弁の人の話はわかったのかしら？弘前藩のページには方言については何も書いてなかったぜ。方言に関しては関第三の日立水戸の徳川光圀63歳のお国柄の欄に、水戸藩士は江戸爪はかっこいいけど茨城育ちの人はなまっててダサい感じと書いてるぜ。個人の感想です。水戸光圀の父は家康の第11子で水戸徳川家の初代藩主だぜ。光圀が始めた一番大きな仕事は大日本史を作ることだったんだが、元禄3年に家督を譲って引退し本格的に歴史書作りに取り組み始め、日本全国に資料の調査員を派遣してるんだぜ。ふん。いろんな地方の様子が土産話として自然と集まるわね。土海公周期を活字にした東大の教授は、幕府の隠密が作った探索書のデータをベースにした可能性があると言ってるんだ。光圀なら幕府の最高機密文書を手に入れて、自分の考えを書き加えることも可能かもしれないぜ。でも光圀自身のデータもあるのよね。光圀卿と書いてるところを見るとどうやら敬意を払ってるんだぜ。少なくとも光圀に関するページは別の人が書いた感じだわ。前田綱則の説明は150年以上遡って前田利家から始めてるし、関第一は徳川家の初代義重から18代家康までみっちり書いているのに、第二代将軍秀忠、第三代家光、第四代家綱と現将軍五代綱吉については抜けてるんだ。差し障りがあるか必要ないかでしょうね。水戸光圀は徳川御三家の長老で将軍綱吉にとってはうざい人だったから、研究者の中には光圀が自分が関わったことは伏せて、将軍綱吉に君主はこうあるべきということを伝えたくて作ったという人もいるんだ。めんどくさい人からの説教なんて聞けないものよね。別の研究者は武漢にはあるのに土海公周期にはない名前7人を洗い出し、その中で一番作者っぽいのは将軍の側用人つまり綱吉の秘書の牧野重定だと言ってるぜ。まあ秋野、
急に鼻が悪いやってんじゃねえぜ。とか移行周期に藩主がだらしがない場合は家来が言わなきゃダメと繰り返してるのは、牧野が作者なら引退にあたって若い蕎麦用人の柳沢義康に向けて、将軍にも必要ならしっかり意見するべきだと伝えてるのかもしれないぜ。ドラマの男女逆転を多くの柳沢義康は超怖いんですけど、ドラマはパラレルワールドのフィクションだぜ。江戸時代は戦国時代の空気を残してた最初の50年と、戦の経験がない将軍や大名が平和を維持し続けた200年で雰囲気が違うんだ。戦国時代の大河ドラマと比べると同じ時代劇と言っても全然違うわね。命がけの場面でどうするって言われることがなくなっても、将軍には頑張ってほしいって、とか移行周期の作者は思ってたんじゃないか。綱吉といえば生類憐れみの例でしょ？運用でどんどん妙なことになってしまったが、命を大切にしろというのは画期的なメッセージで、捨て子を禁止したり病人を保護したりする社会福祉の始まりだと再評価されてるんだ。やばい噂がいろいろあった気がするけど、よく調べると辻褄が合わず否定されてるものも多いそうだぜ。大名の噂を集めるみたいに将軍がエゴサーチできたら、めっちゃ凹んだんじゃない？それこそ極秘文書だぜ。視聴者の皆さんは秘密の噂を聞いたことがありますか？面白い噂を知ってたらコメント欄で教えてね。チャンネル登録や高評価をしてくれると動画作りの励みになるぜ。それじゃ最後までご視聴いただき、ありがとうございました。